こんばんは、YT ゲームへようこそ。今回はホトトギスの行方、鈴木家でクリアを目指します。難易度は上級。敵の収入、歩兵量は増量でやってみます。それでは最初のイベントをご覧ください。それでは始めましょう。ご覧いただいた通り、鈴木家は武将数が、13名しかいません。在野にいる、種ヶ島一族の登用が最優先です。当主重秀には、引き抜きをしてもらいます。残りのメンツは内政を頑張ってもらいましょう。相方の本願寺がどこまで、延命できるかも楽しみですね。それでは6月まで飛びます。建築完了。城に戻る。種ヶ島一族は見つけましたが、士官を断ってきます。蜂屋より鷹がいますが、採用はしません。我が領内に向かって敵が進軍中。我が領内に向かって敵が進軍中。今回は松永家と豊臣家が同盟しています。織田家と徳川家が同盟結ぶと怖いですが、とりあえず、目の前の敵を撃退します。荒木村重の引き抜きは失敗しました。なので、武将の補強が進んでいません。これより城に戻る。早く戻ってきて。街道ができてないので時間的に余裕があります。ようやく一人目が登用できました。先が思いやられます。安全地帯がないので、引き抜かれるかは運次第です。続々と武将が集まっています。武将不足はこれで解消です。それでは鈴木家鉄砲隊のお披露目ですね。行くぞ。鉄砲研究は、技術者以外はすでに終わっているので、竹に比べて強力です。この程度の兵力差は敵ではありません。この戦争の間に各勢力も動いています。徳川家が北上を始めています。反対側にいるので、直接の影響は少ないですが、一番警戒するべき相手です。
それでは少しダイジェクトでお送りします。まず、武将の補強です。豊臣家織田を解雇された中村さんを登用することができました。能力は平均的な数値です。そして、次に隣接勢力の状況です。豊臣家の犬となり下がった松永家がことあるごとに攻め込んできます。攻めるごとに兵士が減ってきて、最後は短期で突っ込んできています。最後に全体の勢力の確認をしましょう。本願寺、豊臣、徳川が勢力を伸ばしています。織田家がゴリゴリ攻め込まれています。同盟関係は本願寺と鈴木、松永と豊臣、織田家と徳川家は孤立状態です。それでは再開します。豊臣家と共同で攻めていた松永家、無駄に戦力を消耗した報いを受けてもらいましょう。いざ尋常に勝負。我に続け。諸勢力の部隊が出陣しました。豊臣家は援軍に来ないんだ。トカゲの尻尾切りとはこのことです。織田家のリストラが始まってますね。有能な武将が流れてきてます。いい武将を登用できました。特にさっさなりまさはありがたい。登用した武将は安全地帯に移動させ、徳川家が不穏な動きをしていますので、闇討ちを仕掛けたいと思います。このタイミングで研究が終わるとは、家康も運がないのう。行くぞ。敵部隊、解滅しました。敵部隊、解滅しました。敵部隊、解滅しました。今は放棄します。敵部隊、解滅、解滅しました。敵部隊、解滅。敵部隊、解滅しました。それでは少しカット。退却イベント。
進めつつ、松永、織田が滅ぼされないよう、忖度して過ごしました。終わりに続け！を傀儡にした悪徳代官、豊臣征伐に向かいます。諸勢力の部隊が出陣しました。織田を滅ぼしたかったようですが、幾度となく邪魔をしましたので、もはや守備兵も残りわずかです。終わりに続け！壊滅しました。行くぞ。目標変更せよ。終わりに続け。終わりに続け。敵兵壊滅しました。終わりに続け。終わりに続け。今回は無難な戦争が多いです。我に続け。敵部隊壊滅。翌月までカットイベント。武将の配置や兵士の輸送が完了しました。それでは居城に引きこもる織田を倒します。二条城に湯浅衆がいれば石垣を破壊してもらえるので、守る方は戦々恐々としている。終わりに続け。終わりに続け。終わりに続け。この程度か。効かぬな。効かぬな。味方が石垣を崩しました。効かぬな。一発で2500も減るとは面倒な。この程度か。諸勢力の部隊が出陣しました。この程度か。この程度か。この程度か。敵の城を制圧。敵将、捕獲した。今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。